俳優の渡辺裕之が9日に66歳の誕生日を迎え、自身のインスタグラムを更新。12日に25歳の誕生日を迎える長男で俳優の渡辺貴弘と合同でお祝いする様子を公開した。裕之は、シャープをうちでお祝い、シャープ息子と合同祝い、と記し、短髪の長男とバースデーケーキを前にした写真や、豪華な料理の画像などをアップ、シャープありがとう、シャープ66、と感謝した。フォロワーからは、家族でお祝い本当に素敵ですね。奥様のお料理がいつも美味しそうで羨ましい。息子さんイケメンですね。ますますダンディでかっこいい。などの声が寄せられている。渡辺は、女優、原日出子と1994年に結婚し、一男一女が誕生。原は87年に離婚した前夫との間に長女がいる。